スステーション、おしゃべりやってまーす。はい、おしゃべりだってまつ第5放送ニューヤングです。神谷浩史です。沖江龍太郎です。皆さん舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回どこをちょっとこの辺がこの辺ガッツ全然慣れへんかったん。怪我は大丈夫です。怪我は本当におかげさまで。前より複雑な舞台だったんでしょ。そうですね。ね、上下のあれがはいはい、大丈夫。なんで滑れへんかったんなぜかっていうと、俺が言っていいかどうかわかんないんですけども、ヒロインが途中で脱臼しまして、それでみんな公にはなってないんですけども、みんなが気をつけようってなってんね。そう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 。それが公演の中日ぐらいでやっちゃって、同じぐらいや前の時。そうなんですよ。だからもう俺おらないわ。関君にも言われて、おきえさんもうおりませんねだねっつってそうかそうか、もう誰か一人になったらな。そう、怪我とか、あとね、インフルのシーズンでもあったから、みんなね、体調ちょっと微妙に崩したりとかして、稽古中にもインフルになった人もいるし、復帰してね、ちゃんと皆さん欠けることなく終演を迎えられました。ありがとうございました。ねえ、でも何かがある舞台なんだね、結局ね。そうなんね、本当にね。誰かに呪われてんだね。そうだね。そんなことない。いつもね、武器系を使うステージの時は、殺陣師の方がちゃんと武器をステージ上に全部並べてお祓いをするんですよ。一応。そんな風にやるんだ。小屋入りしてから全部仕込み終わって。一応成功祈願も含めて。それでもそういうことあるから、皆さんそれこそプロのアクションマンの方もいらっしゃるし、僕らみたいな素人もいるけども、細心の注意を払ってやってるけども、それでもやっぱりなんか起こっちゃうもんなので。どっちにしろ武器関係ないもんね。まあ今回の件はね、お客君の時もそう、僕がヘロキに参加する前ね、大昔に森久保祥太郎君が参加したことがあって、新宿御苑にいるシアターサンモールで出演してくれたんですって。客演してくれた時に、切っても切れない剣っていうので、長澤さんがバーって切ったらザーンって切れて、ドドドドドって血が出て、森久保君もアドリブでその時はなんだかんだかで自分のでいっぱい血止めをしたりとか。本番中ステージ上にいる人も「はあ」って思いながら、なんでその場を乗り切ってくれたらしいんだけど、だから長澤美樹には気をつけろっていうのは、まあ言ってたね、伝統的にあるんです、うん、切っても切れない剣っていう設定なのみたい。切っても切れない剣で切れないだろうっていう芝居なんだけど、切れちゃった。切れちゃったね。それ何でできた竹なん？それともプラスでしょうね。あ、違うのかな。ちょっと詳しくは僕も参加してなかったんでわかんないんですけど、よりあれちゃう、切るっていう行動があるから、より安全な風な刃を消してあるやつなんちゃうの。でも竹光だから、ステージ上でね、使ってる時にお客さんが見ても、ある程度偽物ってわかるけども、やっぱりちょっとはね、本物っぽく見える形をするじゃないですか。切れないまでも。そしたらだからやっぱりさって切ったらやっぱ切れるわけですよ。そう、当たり前ですけど竹光危ないですけど、もっとだから安全なやつちゃうの。いや、刃が丸くなってるプラスチックのやつとかじゃなかったんや。いや、そんなのは使ってないです、普通に。いや、その時だけ使えや。切れへんやつを。だから多分距離感の問題だから。あ、そうなんだ。長澤さんがほんまは当てたらあかんの。もちろんでしょ。なんやねんそれ、アホちゃうか。だからまあそういうのもね、過去にそういうね、流血事件とか、アクションマンさんがステージ上で工作しちゃって、空中でドーンと押して泡吹いて倒れちゃったりとか、途中で舞台が止まったりとか、そういうことも過去にいろいろあったので、今はより厳重に安全面には気をつけてやってはいるんですけどね。そうなんです。すごい、おきゃくんが無事に帰ってきてくれてよかったです。帰ってきた、本当にね。体調はもう一日たりともまともな日がありませんでしたね。そうなの。具合悪くなっちゃったんだって。前回の収録の翌日からもうだだ下がりで体調。どんな風に？もうなんか一瞬インフルかなって思ったんだけど、毎日熱はなかったの全然。悪寒はするし。咳は出るし、でもそれはやばいと思って帰って寝て、おかんとかは収まったんだけど、家にある薬をありったけ飲んで、熱さましこれもいつのか分かんないけど飲んじゃおうみたいなやついつのか分かんないやつはあかんけど、熱さましは飲んだらそのインフルの時であろうが熱下がるから一応。でも熱はなかったので、うん、熱さましじゃなくてもおかんがしてるっていうことは熱があったってことやから、あったのかな。でもそこから数日ずっとほんと調子悪くてねだからでおまけにね、まあ、その話は置いといて、うん、まあね、そのくだりはあったんだけど、うん、本番の中でアクションシーンがいっぱいあったんですよ、クライマックスにかけて。で、まあ、さっきもちょっと話しましたけども、うん、盾がね集中してどうも無酸素で 2,3 分ずっと皆さんやっててみんな終わったらもう死ぬっていうシーンがあったんだけど、まあみんな徐々にね回復するじゃないですか。俺だけ全然回復できなくて咳がひどくて止まんなくて、もう廊下でもう客席に聞こえるんじゃないかと思うぐらいですけどかわいそうすぎる。舞台上ではなんなかったの？舞台上ではなんなかったんですよ。咳出なかったんだ。おかげさまでよかったねそれが本当に救いだったね。だから多分、まあ、元気にやってるんだなってみんなに思われたろうなって、うん、一日たりとも元気じゃなかったいやもう舞台の時に体調悪いって最悪やなそうだからいつも毎度だったら、うん、ステージ終わる、まあ、タイミング合うタイミング、うん、日に飲みに行ったりとかするんだけど一回も行かなかったもんもう毎日直帰、毎日タクシーで帰ってた。ってことは痩せてんじゃないうん、もうその話やめてもらいます痩せるってことないんで。いやいや体調悪くてもそうだよね。痩せたかもね。なんで2人ともアホになってまうのそこの話の時だけ3時間もあったんだよ。長いよねヘロ Q さんはいつも長かった今回。その危険な盾のところは2か所があって、その危険なところは 2箇所あって、僕はね、僕はそうだけど主役の人とかはもっといっぱいあります。お客セリフ喋る時はもう全然そのハーハーのところはなかったんや。そうですね。あ、よかったね、おかげさまで。ハーハーのまま喋るのめっちゃきついもんね。いや無理だと思うね。俺もうできないかもあんなに盾があるのできないかもって思った。いや私塾だよちゃうって。お客普段から週2ぐらいでトレーニング行けばええねん。いやいやいややってみいやできるできる。いやできへんってトレーニング行けばええねん。めちゃくちゃかっこよくやれてるのやっぱ30代までですよまあ流星さんとかは走ったりはしない、縦はあったけど走ったりとかはねないから、決めるところがねあるばっかりでね。そう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 、まあとはいえお年でできるのすごいなと思いましたけどもね、やっぱり。沖合君もだからトレーニングじゃ痩せれば大丈夫だからやってみできるって絶対に。結構きついよいや僕はやらないですスポーツチャンバラとかあるじゃないですか、ああいうのでもやったら多分相当疲れると思いますよ。そりゃそう、あれはねしんどいからね。だから普段からやれば息切れないんじゃない、スポーツチャンバラ。いやまあやりたいなと思いますけどもね。もうこれからだからプロテインしか飲めへんようにして一切。やだ。それで毎日それはやだ。週4ぐらいでトレーニング行ったらもう絶対変わるって。まあ週1ぐらいでできればいいですよね。週1なんか全然変わらへんわ。いや週2で行っても変わらへんわ全然。変わるって。ほんなんお前相当イカれてるわ体。アホ。いやほんと。週2でずっと行っててもそんなでもないもん。やっぱり週3か週4いかなあかん。いや稽古期間に、うん、同じようなサイクルで、うんうん、まあ週に多分 3,4 日同じ手をやってたから持ったけど、あれやってなかったら無理だなと思った。だってそんなすぐできるわけないねんからねえ。ほんと最低1年は必要やでトレーニングそれはそうですよね。さ俺もエマージェンシー始めた時ってもう一回ライブやってあかんと思ったから、そっからトレーニング始めて1年後やったらもう平均になってっていう。2人はねそれぞれ下地があるからきっとないですよ僕は。いやまあ自転車も乗ってるし歌ってるし自転車やりーやだからいやちゃうねちゃうねいや同じことがきっとできるだろうって。それ運動2月15日更新分のおしゃべりやってマックス第5放送は舞台を終えた沖合くんが今回は無事に戻ってきました。帰ってきたぞー怪我はありませんでしたが舞台期間をどのように乗り切っていたのかが明らかになります。沖合くんは週4で体を鍛えてください、そしてこの番組がなぜマックスになったのか明らかになります。8年越しに戦慄が走ります。沖合さんのダイエットコーナーはまた小野坂さんが箱と戦ってくれますよ。今回はかなり結構頑張っていたのでベストバウト級の戦いが見られます。よし、何も変わらない素晴らしさがありますね